皆様明けましておめでとうございます。今日雪の予報だったみたいですけどね、どうも予報が変わったみたいで、いや始まりましたね2018年。今年もバイクに関することいろいろとアップしていきたいと思いますので、何卒今年もどうぞよろしくお願いいたします。ちょっと年末年始はね、バイクほとんど乗れてなくて、まあちょっとね、家庭の事情がありますんで、仕事がねある時にの方が、僕の場合はバイクに乗りやすいという事情がありまして、ちょっとお休みしてましたけど1週間ぶりぐらいですかね、バイク。やっぱいいっすね。このバイクは長い付き合いになりそうです。まあ、ちょっといろいろと去年やり残したこととかもありますんで、まあね、早速ちょっとそういうところ計画立てて。一つ一つね潰していきたいと思っておりますけどもね。それではまた後ほど。ちょっとね今まだ仕事中ですけど、外出る機会があったので、撮影しております。ちょっとねいろいろと元ブログの機材、撮影用のね機材なんですけどね、前々回ぐらいからちょっと何でしたっけ、インカムの音をねちょっと撮りたくて、二股にちょっと分けてインカムと、マイクのちょっと二つ使いっていうのをやってみたんですけども、二股に分けるっていうのがどうしてもねステレオなんで、左側にこう音声がいってみたいな、で他の音が右から聞こえてみたいな感じになってて、一部ちょっとねヘッドホンで聞いてる方にとっては少しちょっと耳元でこう左だけね多分なんかすごい声が聞こえてみたいな、ちょっと気持ち悪い感じになってたみたいなんで、ちょっとね工夫していきたいと思います。ちょっとなんかねモノラルがステレオのに入るとステレオの左側の音に行くみたいなんですけど、そのモノラルだとね左側に要は2つのマイクが入るような状況になってまして、今分岐のそうするとねなんか音が取れなくなってるんですよ。どうにも何回か試したんですけど音が全然入ってなくて、なんか干渉しちゃってダメなのかなと思って、ちゃんとこう2マイク用のなんていうのかな、ケーブル専用なんか2マイク使えるっていう触れ込みのケーブルを今頼み直しましたんで、それでちょっと2マイクがどういう風に入るかっていうのもちょっとやってみないと、もしかして左と右にインカムが左、声が右みたいになっちゃうかもしれないんですけど、どっちにしてもちょっとそうじゃないと入れられないんで、ただセナのねマイクにしてからやっぱり
薄型なんですごいいいですね。マイクの中身がすっきりして、あ、マイクじゃない、ヘルメットの中身がねすっきりして、配線なんかも取り回しちょっといろいろ考えて今すっきりさせたんですけど、ちょっとこれでね、まあ、配線が来たらもう一回やって試して、今ちょっとどうしようもないんで、Bluetooth インカムの方の、マイク端子は、抜いてあります。タバコライダー。それとどうしてもね、ライブビューリモコンがやっぱあった方がよくって、でこのねライブビューリモコンがあると、まあ、手元でこう電源の入り切りできるのと、まあ、常にね、こう画像がチェック撮れてる画像がチェックできるっていうのがあるんで、でやっぱり使い勝手はかなりいいですね。ちょっとやってみた感じで、これをねライブビューリモコンっていうのがね単体で売ってないんですよ。これがまた、なかなかね商売上手というかね、ソニーをでちょっとね年末ね年始のまあ中古でなんですけどね、こうセール関係見てましたらちょうどいいのがありまして、ライブビューリモコンと、これがねこれ AS50 の、アクションカメラのセットのやつがまあちょっと安く売ってたんで、でプラスおまけでね、三脚とシューティンググリップっていう、まあ、手に握ってね、撮影ができるっていう1個5000円ぐらいするやつなんですけど、それが一緒についてた、セットでね安く出てたんで、まあ、ライブビューリモコンちょうど欲しかったんでこれを買って、まあいきなり2カメ体制になったという感じですね。一番まあこれが AS50 っていう、まあ、入門機っていうかそういう感じのものなんですけども、ボディはね黒くてね、今僕が被ってる GT エアが艶消しのブラックなんで本当はこっちの方つけたいんですけどね、ただこの AS50 にはねマイク端子がついてないんで、外の音をそのまま拾うんで、多分これ風が風防がついてないとえらいことになるっていうのと、まあこれで音声を取るっていうのはちょっとあんま向いてないかもしれないですね、元ブログとしては。今自分を向けてますけど、同時撮影って感じでね。でなんかこう後ろのねどっかに、タンデムステップのところとかになんか取り付けられればちょっと後方映像みたいのも撮れるかなと思って、まあこれはこれでね多分使い勝手はいいんじゃないかなと思います。なのでちょっとね2018年はねこの2カメ体制で、やっていきたいと思います。いやこのライブビューリモコンね何がいいって2台、まあ、接続できるんですよね。別撮りのカメラ、まあ、同じメーカーのこれは利点というか制御がね同時にできるんで、録画開始って押した時のねタイミング合わせてくれるから、多分これ別撮りした時に後で編集が楽なんじゃないかな。合わせないといけないですからね普通だと。新宿来ましたけども、ねバイク止められんのかな。
んでしょう。まあちょっと行ってみますかね。さあ、もうすぐかなと。モメトストアあった。新宿セールって書いてあるな。はい、マムートでね、ちょっと何を買ってきたかというと、メットかぶった時にね、このここの間、あの忍者みたいなやつなんですけどね、口元を隠すネックウォーマーが欲しくて、ちょっと今行ってきました。ちょっとこれでね走ってみようかと思います。お、なんか綺麗だね。これね、鼻まで隠れるからね、これいいぞ。あのフィルターにもなるしね、排気ガスの。いやー、このネックウォーマーもう完璧だな。バッチリ死角なしって感じだね。もうあと目元だけだからね、あとはね。まあでもいいっすよ、もう目は、目元は冷たくなってもどうにかなる。これでほぼでも完璧じゃない、防寒。まあ強いてあげるならね、そうだな、下半身の電熱か、もしくはでもまあヒートテック入れれば十分じゃないかな。今んとこね、インナー、電熱のインナーに関しては、ジャケットをね、あのインナージャケットをあの検討はしてるんですけど、まだね、山用のフリースのベスト状のね、防寒具を中に着込んでるんですけど、あのベスト状なんで、こう腕がね動かしても邪魔にならないし、まあ、体の中心部はそれであったかいんで、とりあえずはね、今のところ電熱ジャケットはいいかなって感じで。で、強いてあげるなら、あの下半身のあれですかね、ヒートテック履けば、これ何も履いてない状態で、プシタニの、冬用のジーンズ、履いてるんですけど、全然十分。これでいけそうだな。で、今顔は、フルフェイスの、口元はマムートのネックウォーマー、あの鼻の上まで上がるやつ、あの忍者みたいなやつね。これでね、風全く当たんないですね。バッチリだな、バッチリバッチリ。よし、これでね、冬も戦えますよ、バイクで。さてね、まあ2018年もこれで始まったわけなんですけどもね、仕事も元ブログも、今日からスタートってことで、去年はねちょっと始めた年ということで、いろいろと手探りでやってきましたけどね、なんかだんだんちょっとコツも掴んできたような感じもしますので、あの機材とかね、あのいろいろとまた増やしたりねしていきたいと思います。で、まあ今年はね、本当何が起こるのか、やりたいことはたくさんあるんですけどね、とりあえず1年間またよろしくお願いいたします。
うすっかな、シドキ行くのか、サーキットデビューするのか、はたまたねドローン撮影にのめり込むのか、まああと課題はね、足回りのカスタムが残ってますからね、このバイクは。ちょっと生まれ変わってでも、なんかね乗り味変わるのでね、しばらく乗ってみて、またね、今もうこのバイクも2200キロか。5000キロぐらい走ったらね、なんか足回りちょっといじってみてもいいかもな。まあそんな感じでね、ちょっといろいろとやっていきたいと思っておりますので、2018年もねぜひよろしくお願いいたします。それではまた動画でお会いしましょう。ありがとうございました。いやー、忍者スタイル、これは忍者スタイルで冬乗り切れそうだな。